Hey guys, it's Amazette. 皆さんこんにちは、Amazette です。はい、今回ですね、海外旅行でインターネットを使うにはどのような方法があるのか、そして何を選べばいいのかをお話ししていきたいと思います。はい、先日はツイッターでこんな質問をいただきました。はじめまして、今度海外に初めて行きます。海外でインターネットを使うにはどうしたらいいのでしょうか、という質問をいただきました。で、僕はこんな回答をしました。初めて海外旅行に行くなら Wi-Fi を借りるのがいいです。手続きも簡単ですし、料金も安いです。初めての海外旅行楽しんでくださいね。海外旅行でインターネットを使うにはどうしたらいいのかっていう質問だったんですけど、今回その質問をちょっと深掘りして、海外旅行でインターネットを使うにはどんな方法があって、それぞれどんなメリットデメリットがあるのかをちょっと見ていきたいと思います。はい、で、はい、まずは海外旅行でインターネットを使うにはどんな方法があるのか見ていきたいと思います。はい、まず一つ目が日本の航空会社じゃねえや。まず一つ目が日本の携帯会社のパケットサービスを使うことです。はい、まずメリットがですね、スマホだけあれば OK で手続きが簡単ということです。デメリットがですね、通信容量が少ない割に料金が割高ということです。うん、はい、目安としては1日 25MB で1000円から1980円とか、そういう感じです。それで国とプランによって結構値段は変わってきます。まとめると手軽に使えて、だけどちょっと料金が高いっていう感じです。はい、はい、次です。2つ目は現地通信会社の SIM カード。SIM カードじゃねえよ。2つ目は現地通信会社の SIM カードです。はい、メリットとしてはですね、長期滞在だと割安です。デメリットとしてはスマホの SIM フリー化が必要です。さらに手続きが面倒という部分と、あと外国語でのさらにですね、外国語でのコミュニケーションが必要になります。はい、目安としては1ギガ、途上国なら500円、アジアなら1500円で、欧米だと3000円前後っていう感じになります。まとめると手続きがクソ面倒だけど長期的に見ると割安ですよっていう感じです。はい、次です。で、3つ目が Wi-Fi レンタルになります。メリットとしては料金が安い、そして日本でインターネットから申し込めるという点になります。デメリットがルーターを持ち運ばなければならない。まあ大体このぐらいの手のひらサイズに乗るルーターなんですけど、これを持ち運ばなければならないと。で、あとは受け取りとかね、やっぱり物体、この物があるんでね、受け取りと返却が必要になります。はい、だいたい目安としては1日あたり600円から1000円ぐらいになると思います。はい、まとめるとですね、このね、物体をね、持ち運ばなければいけないんですけど、料金が安いのと手続き簡単っていう面で見ると結構いいんじゃないかなと思います。はい、まとめるとこんな感じになります。日本の携帯会社の海外パケットサービスだと1日2日の超短期旅行向け、現地通信会社の SIM カードは長期旅行で旅慣れた人向け、Wi-Fi は初めて海外旅行に行く人から旅慣れた人まで安心して使える、1週間程度の旅行なら Wi-Fi を選んでおいて間違いないという感じです。はい、まずはね、海外旅行初めて行くとかそういう人だったら、まずは Wi-Fi を借りて旅慣れてきたなと思ったら SIM カードとかパケットサービスとか使ってみてもいいかもしれません。はい、でですね、はい、今回は海外でインターネットを使うにはどんな方法があって、それぞれどんなメリットデメリットがあるのかを比較してきました。そして何を選べばいいのかをお話ししてきました。今の時代ね、スマホを持ってインターネットで調べ物したり、 SNS で、旅の思い出を共有したりしてね、旅をした方がね、よりね、旅を楽しめると思います。この動画ね、ぜひね、参考にしてもらって、海外旅行でインターネット楽しく使ってください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。あら、待て、もしね、ざっくり今回質問しましたんで、疑問質問ありましたらコメント欄でお待ちしています。それではね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。